ケビン・ジョン・ゴーズマンは、アメリカ合衆国コロラド州センテにある出身の、プロ野球選手、ウト右ミギ MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。愛称はゴージー。2010年の MLB ドラフト6巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名されたがこの時は契約せず、ルイジアーナ州立大学へ進学した。2012年の MLB ドラフト1巡目で、ボルチモアオリオールズから指名され、 7月13日に432万ドルの契約金で契約した。契約後、参加の A-9 アバディーンアイアンバーズでプロデビューし、2試合に登板した。8月に A 級フレデリック・キーズへ昇格し、3試合に登板した。2013年は A 級ボーイベーソックスで開幕を迎え、5月23日にメジャー初昇格を果たし、 同日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。5回を投げ1本塁打を含む7アンダ4失点に至球と乱調し、初黒星を喫した。6月14日にトリプル A 級のフォークタイズへ降格し、6月24日に再昇格した。6月28日のニューヨークヤンキース戦で3点ビハインドの3回、西から登板。点一回を三安打無失点に抑え、 メジャー初勝利を挙げた。7月9日に再びトリプル A 級ノーフォークへ降格し、8月28日に再昇格した。この年メジャーでは20試合に登板して3勝5敗、防御率5.66、49奪三振を記録した。2014年3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。この年は、 ローテーションの一角として20試合に先発登板し、勝ち負けこそ大の勝率。500だったものの、防御率3.57にまとめ上げたほか、前年の倍増以上のイニングに投げながら、前年比1本にまで非本塁打を減らすなど、大きく成長した。2015年は、17試合の先発登板を含む25試合でマウンドに上ったが、 防御率4.254勝7敗という成績で、前年からは数字を落とした。また、前年よりも少ない投球イニングだったが、基本塁打が7本から17本まで激増した。2016年は、フルシーズン先発ローテーションに入って投げ、初めて規定投球回に到達した。30試合に先発登板して9勝12敗、防御率3.61。 179.2インニングで174奪三振と、負け越したものの安定した成績を残した。2017年は初めて開幕投手を務めた。34試合に先発し、自身初の2桁勝利となる11勝を挙げたが、防御率4.68、ホイップ1.50と投球内容は、今一つであった。2018年7月31日に、エヴァン・フィリップス。 ブレット・カンバーランド、ブルース・ジマーマン、ジーン・カルロス・エンカーナシオン及びインターナショナル・ボーナス・プール250万ドルとのトレードでダレン・オデーと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2019年5月3日のマイアミ・マーリンズ戦で、ホセ・ウレーニャンに対して、小石球を狙った背中を通過する危険球を投じ、球審から即刻退場処分を受けた。5日に、 MLB より6試合の出場停止と罰金の処分を受けたが、いげ申し立てをしている。2019年8月5日に、ウェーバー工事を経て、新シ品シキレッツへ移籍した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月10日に、サンフランシスコジャイアンツと1年900万ドルの契約を結んだ。2020年オフに、 球団から提示された1890万ドルのクオリファイングオファーを受諾し、1年契約を延長した。2021年4月1日のマリナーズとの開幕戦で開幕投手を務めた。7月4日に選手間投票で自身初となるオールスターゲームに選出されたが、辞退している。メジャーデビュー当初、将来的に先発ローテーションの軸を担う存在に、 なると期待されるホープであると言われていた。フォーシームが武器であり、球速は150キロを超える。フォーシームの割合が高いが、他にスプリッターとスライダーも投げ、スプリッターは高い三振ダッシュ力を持つ。ありがとうございます。